細胞周期の模式図。I、寒気。M、優位と分裂期。G1, G1 期。S、S 期。G2, G2 期。期間の比は正確ではない。サイクリン依存性キナーゼは、プロテインキナーゼのファミリーの一つであり、細胞周期を調節する役割が最初に発見された。その他にも、転写の調節、メッセンジャー RNA のプロセッシング、 神経細胞の分化にも関与している。CDK は基地のすべての真核生物に存在し、細胞周期の調節は進化的に保存された機能である。事実、酵母の CDK の遺伝子を人の相同遺伝子に痴漢しても、酵母細胞は正常な増殖を行うことができる。CDK は3440桁の比較的小さなタンパク質で、ほぼ、 キナーゼドメインのみから構成される。CDK はサイクリンと呼ばれる調節タンパク質に結合する。サイクリンがなければ、CDK はほとんどキナーゼ活性を持たず、サイクリン、CDK 複合体を形成することで、活性型キナーゼとなる。CDK は、基質のセリン、またはスレオニン残基をリン酸化するため、セリン、スレオニンキナーゼに分類される。 CDK の基質のリン酸化部位のコンセンサス配列は STPXKR で ST はリン酸化される。セリンまたはスレオニン P はプロリン X は2意のアミノ酸 K はリジン R はアルギニンを表す。CDK のレベルは細胞周期を通じて比較的一定であり、ほとんどの調節は翻訳後の段階で行われる。 CDK の構造と機能に関する情報の大部分は分裂酵母 S ポンベ、質芽酵母 S セラビカ、脊椎動物に基づいている。CDK の調節の4つの主要な機構はサイクリンの結合、CDK 活性化キナージェによるリン酸化、他のキナージェによる阻害的なリン酸化、CDK 阻害因子の結合である。すべてのキナーゼの活性部位、または ATP 結合部位は小さな N 末端ローブと大きな C 末端ローブの間の溝に位置している。人の CDK2 の構造からは CDK の ATP 結合部位がサイクリンの結合によって調節されるよう変化していることが明らかにされた。サイクリンが結合していない場合、活性化ループ、または T ループと呼ばれる柔軟なループ領域が溝を塞いでおり、 いくつかの重要残機の位置も ATP の結合に適さない配置となっている。サイクリンが結合すると、二つの α ヘリックスが位置を変え、ATP の結合に適した配置となる。そのうちの一つ、L12 ヘリックスは一時配列上 T ループの直前に位置しており、β ストランドとなることで T ループの配置変化を助け、活性部位が塞がれないようにする。もう一つのヘリックスは、 プステアーヘリックスと呼ばれ位置を変えることで活性部位の主要残機の位置変化を助ける。どのサイクリンがどの CDK に結合するか関してはかなりの特異性が存在する。サイクリン、CDK 複合体の基質特異性はサイクリンの側によって主に決定される。サイクリンは基質に直接結合するか、または基質が存在する特定の領域へ。 CDK を極在化させる。エスキサイクリンの基質特異性は、エンレル配列を中心とする素水性パッチによるもので、素水的な RXL モチーフを含む基質タンパク質への親和性が獲得されている。サイクリン B1 と B2 は CDK 結合領域の外側にある極在化配列を介してそれぞれ書くと、ゴルジカラダへ CDK1 を極在させる。 CDK が十分なキナーゼ活性を発揮するためには活性部位に近接するスレオニン残ンののン酸化が必要である。CDK 活性化キナーゼはこの部位のリン酸化を行うことは様々なモデル生物で示されている。一方このリン酸化が起こる時期は様々で、哺乳類細胞ではサイクリンの結合後に起こり、酵母細胞ではサイクリンの結合前に起こる。核の活性は 基地の細胞周期経路では調節されておらず、そのためサイクリンの結合が CDK の活性化の立足段階である。CDK を活性化するリン酸化とは異なり、CDK を阻害するリン酸化は細胞周期の調節に重要である。様々なキナーゼやホスファターゼが CDK のリン酸化状態を調節している。 チロシン残器にリン酸を付加するキナーゼの一つがウィーイであり、すべての真核生物に保存されている。出芽工房は二つ目のキナーゼミック1を持っており、チロシン残器をリン酸化することができる。脊椎動物にはマイト1と呼ばれる別の二つ目のキナーゼを持っており、これはウィーイと関連しているがスレオニンとチロシン残器の双方をリン酸化することができる。 CDC25 ファミリーのホスファターゼは、スレオニンとチロシン残期を脱リン酸化する。サイクリン依存性キナーゼソガインシは、サイクリン、CDK 複合体と相互作用してそのキナーゼ活性を防ぐ、タンパク質である。通常は、G1 期に、もしくは環境や DNA 損傷によるシグナルに応答して相互作用が起こる。動物細胞では、月には、 インク4と CIP、KIP という大きく2つのファミリーが存在する。インク4ファミリーのタンパク質は阻害のみを行い、CDK の単量体に結合する。CDK6 とインク4ファミリータンパク質の複合体の結晶構造からは、インク4の結合によって CDK がねじれ、サイクリンの結合とキナーゼ活性が妨げられることが示されている。CIP ティップファミリーのタンパク質はサイクリンと CDK の双方と結合し、阻害を行うことも活性化を行うこともある。CIP、ティップファミリーのタンパク質はサイクリン D と CDK4、または CDK6 との複合体の形成を促進することで活性化を行う。CDK はスーク1、または CKS と呼ばれる93桁の小さなタンパク質と結合する。 これらのタンパク質は CDK の機能に必要であるが、その正確な役割は不明である。C ケース1は CDK の C 末端ローブに結合し、臨済化残期を認識する。複数のリン酸化部位を持つ機質とサイクリン、CDK 複合体との親和性の向上を補助している可能性がある。ウイルス性、サイクリンウイルスにはサイクリンと相当な配列を持つ、 タンパク質を高度しているものがある。よく研究されている例としては、カポジニク種ヘルペスウイルスの系サイクリンがあり、CDK6 を活性化する。ウイルス性サイクリン、CDK 複合体は、通常の複合体とは異なる。基質特異性と調節感受性を持つ。CDK5 活性化因子タンパク質、P35 と P39 は CDK5 を活性化する。 これらのタンパク質はサイクリンとの配列相同性は見られないが P35 はサイクリンと同じようなフォールディングを行うことが結晶構造から示されている。しかし CDK 後の活性化は活性化ループのリン酸化を必要としない。リンゴ、スピーディーサイクリンファミリーと全く相同性が見られないタンパク質も CDK の直接的な活性化を行う。 そのような活性化因子のファミリーの一つが、リンゴ、スピーディーファミリーであり、もともとは爪ガエルゼノプスで発見された。これまでに見つかった5つのメンバーのすべてが、CDK1 と CDK2 を直接活性化するが、リンゴ、スピーディーと CDK2 との複合体は、サイクリニエ、CDK2 複合体とは異なる機質を認識する。リーランドハートウェル、ティモシー・ハント、ポール・ナースは、 細胞周期調節の中核をなすサイクリンと CDK の機構を記載した業績により2001年にノーベル生理学・医学賞を受賞した CDK は抗がん剤の標的となると考えられている CDK の作用に干渉してがん細胞の細胞周期調節を選択的に阻害することが可能であればその細胞は死ぬ現時点では セリシクリブなどの CDK 阻害剤の臨床試験が行われている。セリシクリブはもともと抗がん剤の候補として開発されたが炎症を媒介する高中級のアポトーシスを誘導することも示されている。このことは関節炎や脳放性繊維症などの慢性炎症疾患に対する新規治療薬の開発につながる可能性があることを意味している。フラボピリドール または、アルボシジブは、1992年に抗がん剤スクリーニングによって同定された後、臨床試験が行われた最初の CDK 阻害剤であり、CDK の ATP 結合部位で競合する。パルボシクリブとアベマシクリブはホルモン需要体を発現している定移性乳がんの治療に、ホルモン療法との併用で FDA によって承認されている。多くの CDK は、 細胞周期だけではなく、転写、神経整理、グルコースの向上性など、他の過程にも関与しているため、CDK を標的とした薬剤の開発は複雑なものとなっている。ありがとうございます。